どうぞ。はい、こんにちは。どうも、埼玉で野菜農家をしながら NFT 始め方学校の運営をしているオレッジです。はい、毎日就業後にスタッフさんとおしゃべりしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、いや今日はもうなんか達成感があっていい疲労感だなっていう感じなんですけど。いやいや、毎日感じてください。はい、毎日感じてますけど、なんかよりまあでも、まあ、強いて言うなら最後にあの土寄せは最後まで終わらせたかったなっていうところなんですけど、うん、あれ目安は今日やったところって20R弱だと思うんですけど、うん、あれだとどれぐらいで終わるのがベスト？午後からやったんだっけ？午後から、はい、1時、まあ、過ぎくらいかな。はい、そう、まあ4時間かかんないぐらいじゃん。4時間かからないぐらい、うん、終わるんじゃないかな。なるほど。まあ教わったりなんだりしてたんだろう。ああ、まあ最初はそうですね。そっか。いや意外とやっぱその旋回するのに最初手こずっちゃって、あとは、ね、そこを慣れればもっと早くいけんじゃねえかなっていうところなんで、まあ明日は少しそこ残っちゃったところをやってっていう感じですかね。そうね。あと、はい、2つ3つかな。てるんで、じゃあ頑張ります。うん、はい。いや、あとはもう今日は諸口さんが来ていただいて、初めて人生初っすね、トウモロコシの、まあ、今日はまだ肥料しか振ってないんですけど、まあ、わざわざ来てくださって一緒にやってっていう感じで、俺多分初めてあの線引くのは多分初めてやって、前に俺さんが里芋の畑やるときにやったとは思うんですけど、確か俺間に合わなかったんですよ、なんか他の作業やってて。で結局他の荒木さんだったかと2人でやって終わっちゃったんで、多分今日初めてあの線引きっていうかやったんですけど、あれって一人でもできるんですか？俺はいつも一人でやってますね。ああ、あれってどうやってるんですか？一人でYouTube を見てください。あ、わかりました。OK です。勉強していきます。はい。はい。いや、勉強することばっかです、本当。明日もちょっとマルチも張り方をちょっと教えていただけるってことなんで。うん。はい。頑張ります。結構あれって難しいんですかね。うん？マルチ張り。マルチ張りが難しいって言ってるようじゃプロにはなれない。ああ、そうですね。はい。うん。だけど、なんだろうね、だクオリティを求めればもう、はい、キリがないからね。そうですね、やっぱピチッと綺麗に貼れなきゃいけない。そっか、うん、まあ明日も仕事終わりですけど、うん、まずはやってみてっていう感じですね。まあ、そうです、うんうん、それも全て自己投資なんですけども、はい。まあ、アワビレッジメンバーが白鳥を育てると、はい、いうことで協力してくれてるので、まあ君が、はい、そうだね、肝に銘じなければいけないのは、はい、ものすごくギブをいただいてるってことなんですよ今。いや、そうです。はいはい、そうです。でアワビメンバーも、まあ、経営内容がいろいろ異なるけれども、うん、はい、でも1時間あたりに生み出す価値、うん、金額にしても、はい、そこそこいい値段する、はい、で、はい、うん、本来だったらお金を払って、はい、教えてもらうような内容になってますので、はい、うん、これは気持ちもですね、銘じて、はい、肝に銘じて、まあそれは俺が仕事しながら教えてることも全てそうなんですけど、はい、そうです、うん、はい、じゃあその義務に全力で応えるためにはどうしたらいいと思いますか？やっぱり教わったことはもう確実に覚えるというところだと思います。そうですね、はい、それがやっぱできないと意味ないんで、うん、はい。ぜひお願いしたいです。はいはい、ありがとうございます。ね、うんうん、
来年は一人で、ああ、はい、野菜が作れるように。いやー、そうですね。はい。機械とかも自分でやってみて。はい。はい。で、来年、あれ、農林って連絡した？ああ、なんかそれがちょっと電話したんですけど、うん。まあなんか俺聞き方がなんか良くなかったんですけど、普通は4月からって言われちゃって。うん。6月、普通はわかるんですけどみたいな。はい。そうだから今普通じゃないとどうなんですかっつって。いや、それ聞いたんですけど、うん、うん、なんかやっぱりそこは4月ですねって言われちゃいました。じゃあ来年ですね。来年。そこで諦めたんであれば。はい、そうですね。なんか4月って言われちゃったんで、だ多分もっと早く行ってれば行けたのかもしれないです。でも基本的には1年以上の研修が必要だからね。あ、君はまだ足りてないわけで。そうですね。うん。うん、やっぱり多分それで4月からって言われちゃったんで、ね。行政もね、はい、本当になんかまあ、まあ融通が効かないところがまあいいところでもあるんだけどね。うん、でもまあそのね。一月とか一日ずれてもダメって線引きしちゃうと、ね、はい、300日なり360日なり余計に待たなきゃいけないわけじゃない。そうですよね。まあ、その時間っていうのはね、はい、なかなかに大きいですけどね、はい、まあ逆を言えば、うん、今年はダメで来年から、はい、明日の農業を担い手塾に入れてもらえるように、で、はい、その際にしっかり、まあ、成果を出せるように力を蓄えないと。はい、そうですね、はい、この1年、うん、この一瞬はもう二度とないですから。いや、はい、そうですね、うん、取り返せないですからね。取り返せないし、はい、もう必死でやらないと人には追いつけないし、はい、人の前は走れないからね。人の前、あ、うん、はい、ね、うん、人より前走れるようにならないと、うん、稼げるようにはなりませんからね。そうですね、うん、はい、大丈夫ですか。はい、炭治郎に負けてないですか。たまに負けちゃってるんですけど、大丈夫ですか。でも、はい、諦めはしないんで、はい、うん、思います。なるほど。はい、他何かありますか。いや、あ、これからサニーレタス取るんで変わります。はい、はい、では以上です。本日もお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。さようなら。さようなら。